どうもエルゾです。それではファイアーエムブレム風化節やっていきたいと思います。今回は王都奪還戦ですね。ロドリグの死を受け、ディミトリーは己のなすべきことを見つめ直す。今を生きる王国の民のため帝国への侵攻を一旦諦めた彼らは王都フェルディアを目指すということで、ロドリグが亡き今となって、ちょっとディミトリーの意思が固まってきたんでね、そのあたりやっていこうかなと思います。ブロンダーズ海戦に勝利を得た王国軍だったが、南下することなく軍を返し、王都フェルディアに向けて進軍を開始。王国軍の到来に呼応して王都市街では民衆による暴動が勃発。しかしコルネリアは暴動を鎮圧しようともせず、帝国より借り受けた兵力を王国軍の迎撃に差し向ける。王都フェルディア、ここに戻ってくるのも久しぶりだな。5年前、斬首の前日、俺はドゥドゥの手で牢から救い出された。母国の兵を殺し、そのムクロから武器を奪い、返り血を浴びて落ち延びたんだ。その故郷にこうして帰ってくることになるとはな。ロドリグのおかげだ。ああ、ロドリグは命を落として俺に道を示してくれた。それからお前もな。お前がいてくれてよかった。本当に心の底からそう思う。加藤先生、みんなで生きて共に祝杯をあげよう。殿下、すでに王城への道は開かれました。我々も進軍の用意は整っております。あとはあなたの号令を待つのみです。さあ、号令を。あ、全軍聞け。これは帝国に奪われた兵を、帝国に奪われた全てを取り戻す戦いだ。俺が命じることはただ二つ。生きろ、そして心に従え。以上だ。王都の門はすでに開かれた。俺に続け。我らの故郷を取り戻す。帰ってくると思ってたぜ、坊ちゃん。そのしぶとさ、血筋かね。コルネリア様、市街各地で民衆が暴動を、どうやら敵の到来に呼応しているようです。このまま放っておけば我が軍に被害が及ばぬとも限りません。急ぎ鎮圧を。民衆が暴動？そんなの勝手にやらせておきなさいな。そもそこに兵員を割く余裕があって？敵の精鋭を前にしてずいぶん余裕ね。ですが、コルネリア様。どうせ市街は戦場になるのだから、敵でも民衆でも抵抗する者は殺せばいいわ。さあ、あなたも早く戦場に赴きなさい。はっ、コルネリア様もどうかご分を。しかし厄介な奴まで連れてきて、まったく困った坊ちゃんだこと。おとなしく可愛い姉君と殺し合っときゃいいものは。さあ、準備のこと整えていきますか。まあ、あんまり息つかない感じではあるけどね。さあ、今回もディミトリがいるということで、まあ、できるだけ主人公でどうにかしようかなというところですね。まあ、とりあえず回復持たせながら、メインの武器でやっていきますか。さあ、セーブもしといて。さあ、エルザまたディミトリの配送と。いやー、
単数制限なければいいな。なんかやべえのがいるね。いやーちょっとやばそうやな。タイタニス、あーモンスターみたいなもんだけど、ちょっと考えながらしないとやばそうやね。強行突破仕掛けれるのは仕掛けたいなっていう感じだけど、さあまず様子見、ディミトリ一回下げとこっかな。意外と攻撃は仕掛けてこないか。でもあそこでね、なんかオンラインの人たちがやられてるのが見えるからね、結構強いんかな、もしかしたら。とりあえず待って動き見よう。さあどうなるかな。意外と回避はどうにかなってるんだね。右側がちょっと手薄だね。まあ、でもちょっと正面行って様子見るか。めちゃくちゃ硬くね。あ、強化されてんのか。そうだね。じゃとりあえず避難して。分が悪いね。なんか出たね。遠距離か、めんどくさそうやな。全然削れないもんね。分が悪いな。どうだろう、一回やってみるか。あーこっちの舞台が削られるか。じゃあやっぱりやめよう。こうなると、そうなんだよね、ある程度ちょっと舞台がいないと盾がないからさ、装備だけ変えてちょっと反撃に任せる感じにいこうかな。さあレベル47。あんまし能力上がらなかったね。しゃあない。いやライフやばいね。
硬いな。意外と魔法が邪魔。とりあえずこいつ倒して、左から一旦攻めてみようかな。さあ誘い出して、さあ反撃で倒しきった。倒せなくはないけどって感じなんだよね。あそこにいるからな。弓で削って、逃げ切るか。上はあんな感じね。じゃあ下がって様子見。でも今のじゃなかったってことか。まあそいつか、報告書か。こっち側は違う。あ、仕掛けがあるね。あ、右側通ったがいいのか。よし、そしたら動き切り替えて右側落とし行こう。まだ単数的には余裕あるからね。いやー、でもそうだね、歩兵が多いから多分主人公一人で問題はないだろうね。てえなあ、やっぱ。さあカウンター狙いで。魔法ねえ。どう動く？遠距離か。さああと2人倒せば、トラップ解放できるかな。先に解除だね。そう、待機。これで魔力の供給も止まったはずだ。あの兵器も突破できるだろう。しかしこの機械な装置や兵器、本当に帝国の？そうなんだよね、帝国にしては発展しすぎじゃないっていうものなんだよね。意外と倒せなかったね。どうしようかな、こっから。まあカウンターさすがに暗いよね。上から回るか、下から行くか、悩みもんやな。
ちょっと回復しながら移動しますか。でも目の前のデカブツはちょっと倒さないとめんどくさそうだよね。やっぱ勝てえなあ。さあヒットアンドウェリー行くか。さあこれで入り、あと1メモリか。いやー大変こいつ。いや崩せんか。いやこれマジキリがねえな。いやーやっとだよ。さあこれで多分倒せるはずだから、まあでもやっぱ再起動ほんといいね。まあ経験値だけゲットしておいて、これ正面からいけないかな。結構タイタニス相手にしないといけないっていう状況が出てくるもんね。とりあえず左側だけ潰せるだけ潰して様子見てみようか。中央入って魔法攻撃受けたら何の意味もないからね。倒したけどターンがめっちゃかかるなー。いやー遠距離と近距離は近距離で硬いしねー、もうやってらんねえなーというレベルだけど、まあまだ武器の方は持ってるからいいんだけどね。やっぱ硬いね。まあできるだけやられたくはないんで。ほう。あ、必殺は上がるのか。槍だったら一発できるね。
さあ勇者の剣もゲット。とりあえず上に行ってぐるって回る感じで行こうかな。まあそれが良さげだよね。なんか出てきた。ちょっと待った。なんか怪しいからちょっと追っかけよう。パスラブの意味。あ、なんかレア武器持ってんだ。あれ倒そう。待て待て待て。意外と逃げ足が早い。次行けるかな。1残る。意外と硬いね。よし、ゲット。なんかレアっぽい感じだね。ああ、結構能力上がった。あ、紋章武器か。はあ、毎ターン HP 回復。使えるかどうか別として、そのライフが回復するのはありがたいね。めっちゃ守ってる。どうだろう、強行突破してみるか。前のこの王国兵ちょっと邪魔だから。倒してしまって、そうしてしまえば多分大丈夫なはず。いや、意外と直でいけるか。さあ、どこまで削れるかな。35回一発。ああ、避けるか。意外と避けるか。さあ、今の削っとけ。ああ、やっぱ結構回復するね。近距離で攻めたいから一旦前の弓兵は倒してしまって、回復して次のターンやね、耐えるなら。2残る。ああ残るか。ちょっと弓兵さんを邪魔しておいて、そしたら攻撃されなくなるから近くで移動できやすくなるもんね。もっと物騒なの来たね。物騒なのが来たね。再移動のおかげでどうにかなってるとこあるけど、
ああ、後ろなんか回復。役っぽいのいるね。なんか、どうだろう。一回やってみるか。ああ、でも悩むなー、ここ。一旦ちょっと挟もう。あ、そんなに削れない。14。槍で残り2か。あ、しかも意外と避けるねー。結構回復してたんだよね。17。まあちょっともうこれを機に銀シリーズ使っていくのもありやね。前回か。ちょっとぐるって回って後ろの窓へ潰すか。ああ、埒が明かねえ。いやー、倒せるのは倒したけど。とりあえずこれで回復の効力は弱らせて。そうね、とりあえず回復して、次のターン、仕掛けるか。銀の槍当たればいける。お、いやー、倒せたー、長かったー。
たりなら分かるのではなくて。ああ、でもかわいそうな殿下。愛されていなかったなんて滑稽ね。コルネリア、貴様は何を。せいぜい絶望するがいい。うわー、クリアしたけど超後味悪い。マジか。この女の妄言はどうあれ、奴がこの国の旧敵であることに変わりはない。ファーガスを帝国に売り渡し、無意味な加勢で民衆を苦しめた。だがそれも今日をもって終わりだ。これ以上無駄な血が流れることもない。それにコルネリアが倒れた今、奴とつながりのあった貴族を締め上げれば、ダスカーの一件について何かしらの手づるをつかめるかもしれない。そうなればいつかはダスカーの民の無実も。殿下。はい、あの日命を落としたダスカーの同胞たちも皆きっと喜ぶことでしょう。感謝します。あなたという主人を持てたことが俺にとっての誇りです。さて殿下、あなたにはまだ果たすべき務めが残っています。さあ参りましょうか。民は皆あなたの帰還を待ちわびているのです。参りましょうと、いや俺には彼らに合わせる顔に。逃げてはいけない。先生。ああ、そうだったな。俺はこの国の彼らの王なのだから。これはなんだ。見ての通り、あなたの帰還を喜ぶ民衆です。俺はかつて彼らを見捨てこの国を逃げ出したというのにか。たとえそうだったとしても、それでもこの光景に嘘偽りはないのです。この国は王を求めている。長い抑圧から民を解き放った英雄を、本当に本当によく戻られました殿下。俺はこの国にいてもいいのか。俺をこの国の王だと認めてくれるのか。俺のような血にまみれた人間を。わざわざ言わなくてもいい。あ、そうか。俺はようやく帰ってきたんだな。懐かしい、愛おしい故郷に。もう春とはいえ、フェルリアの夜はやはり冷えるな。まだ城では宴の最中だろう。もう飽きたのかお前は。そちらこそ。いや、俺は飽きたというか、皆の輪の中にいるのもやりにくくて墓参りに行っていたんだ。長いこと花も備えていなかったから、ずっと怖くて行けなかった。だがいつまでも彼らに背を向けたままではいられない。先生、お前には大切なことを教えてもらった。この中やったら冗談かな。冗談って本当にお前はな。そんなことよりもっと大事なものだ。なんて言ったらいいんだろうな。
生き方とでも言えばいいのだろうか。もしあの日お前と再会していなければ、きっと俺は戦場で無様に死んでいた。大勢の敵を手にかけ、仲間を犠牲にして、結局何もつかめずに死んでいったんだろう。だが今はこうして帰るべき場所に帰ってこられた。感謝の言葉もない時は何と言ったらいいんだろうな。お前が俺を闇の中から救い出してくれた。ここまで導いてくれた。ありがとう先生。わからない。そもそも俺に幸福を享受する権利などないのだとも思う。俺は多くの人々をこの手で殺してきた。大人も子供も貴族も平民も。もし報われたと思える日が来るとすれば、それは戦争が終わった時じゃないかな。さて、勝利に浸るのも今晩だけだ。今後は帝国との戦いに向け準備を進めねばならない。皇国軍に奪われていた王家の騎士団を現在の兵員に組み込んで軍を再編し、諸侯の手を借りて国内から帝国勢力を一掃、王権のもとに各地の兵力をまとめ上げ、それから商人から戦費の借り入れを。なあ、早いうちに物資の供出要請も。仕事がやむずいんだけど、まあ頑張ろう。俺だけでどうにかできる仕事じゃないぞ。少しくらい手伝ってくれ先生。だが帝国と戦うには不可欠な仕事だ。弱音を吐いてはいられない。いよいよエーデルガルドと。ああ、そうだな。なあ先生、いつか話したよな。人にはどうしても受け入れられないものがあると。彼女にとってセイロス教の存在こそがまさしく受け入れられないものなんだろう。だからこそそれを切り捨て打ち壊して世界を変革しようとしているのだと思う。だがたとえあいつが新しい秩序を敷いたとしても、それは俺はただ切り捨てることではなく認めることでこの戦争を終わらせたい。民衆が俺を受け入れてくれたように。俺も彼女の考えを。殿下、ここにおられましたが。なあ、すまない、探させたな。どうした。今しがたレスターの名士から旧士が。急ぎ王城にお戻りください。同盟からの旧士。クロードのやつ、一体何のようだ。すぐに行こう先生。お前も一緒に来てくれ。蒼月の章、果敢の説、金字架の願い。王都奪還に成功した王国軍は直ちに国内の正常化と軍の再編に着手しようとしたが、そこへレスター諸侯同盟の盟主クロードより救援要請が舞い込む。ディミトリは同盟の救援要請に応じることを即断、救援軍派遣の準備を急ぐのだった。同盟から救援要請があった。帝国軍の侵攻を受けているそうだ。王都を奪還したばかりだというのに皆には急な移動を強いた。すまなかったな。いえ、それは問題ありませんが、それよりも同盟の状況はどのような。リーガン家が主体となって同盟諸侯を糾合し、総力を挙げて帝国を迎え撃っているが、それもどこまで持つか。敵の猛攻の前に厳しい戦いを強いられているそうだ。グロンダーズでの敗戦で弱っていた同盟を帝国はここで一息に潰す気なのだろう。我々が王都へ兵を返したのを見るや即座に同盟侵攻に乗り出すとは。将はアランデル公フォルクハルト、皇帝エーデルガルトの摂政を務める男です。おそらくグロンダーズで負傷した皇帝に代わり指揮を取ることになったものと。内政のみならず
傭兵にも長けるラツワン殺生、油断できる相手ではないな。それにしてもアランデル効果。俺はもともとアランデル公が9年前の事件を引き起こしたものだと思っていた。王国を絶った時期に不自然に途絶えた鬼神、何かと不審な点が多すぎたからな。アランデル公がコルネリアと結託して、なら5年前のクロニエたちの言葉は、いや、それよりも今は同盟の話だ。皆はどう思う？今同盟を捨ておき、デアドラが陥落すれば厄介な状況になるのは間違いありません。北東の同盟領、南の帝国、二方向に敵を抱えてしまいますから。そうだな。仮にそのような状況になれば、帝都に兵を進めるのもままならなくなる。レア様のことは心配ですけれど、今は同盟を救うべきではとも思いますの。あ、これを口実にして同盟に協力の約束を取り付けるなんてのはどうでしょう。もしくは帝国と戦っている間、後ろを攻めたりしませんって約束をしてもらうとか。あらあら、あんたらいつの間にそんな悪どいことを言うようになったの？あなたはどう思われますか？ディミトリの決定に従おう。俺の決定？やはり俺はデアドラへ向かいたい。もちろんいずれ難進するための損得感情もあるが、何より助けてくれと言われたんだ。それを見捨てるわけにはいかない。急ぎ出陣の支度をするぞ。皆も備えておいてくれ。また動きが出てきたわけだけど、あと帝国に対してっていうところだね。動きも見せていくような感じか。まあでもな、ありがとうございます。味方を増やしたいしね。同盟国の手伝いには行くとして、まだ珍しい動きではあるよね。何かと食えないやつではあるからね、クロードもね。さあ、ということで、今回はここまでとなります。まあ、次回は6月30日のクエストから始まるかなと思います。まあ、でもそろそろ、知り合いから聞いてた鬼門に入るらしいんで、次回どうなるかな。無事クリアできればいいなと思うけど、まあ、そこら辺はうまいことバランス取ってやっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。